参考書などを持った受験生たちが試験会場に向かいます。大学入試センター試験から変わって、今年で4回目となる大学入学共通テスト。今日は、地理・歴史・公民や国語などの試験が行われ、大阪教育大学では2日間でおよそ1600人が試験に臨みます。大学入試センターによりますと、近畿2府4県と徳島の志願者の数は合わせて76,800人余りで、 去年よよりおよそ3800人少ないといととうことです。また、能登半島地震で被災した受験生は、り災証明などの書類がなくても追試験を受けることが可能で、追試験の会場が石川県にも設けられるということです。